あ、こんばんは。遅くなっちゃった。さあ、土曜日といえばな、言えばね、ダークソーということで逃げてません。あこちき、たすけさんいらっしゃい。いちげたありがとう。まこさん、そらさんいらっしゃい。サンコメさんいらっしゃい。ブヒノリさんいらっしゃい。頑張って、ハリさんいらっしゃい。ありがとう。ダークソウル来た。ナナコメさんいらっしゃい。ちょっと寝かけでしたが、起きてきた。コンプクはシンさんいらっしゃい。ありふれた果実。木の場所分かった。ここでね、多分言ってたの、先輩が言ってた。だからあそこなんでソウルあるんだろう。応援してるぞ、ずっと私は見てるぞ。ダークソウルから逃げるな先輩。いやいやいや、いた。あ、飲んじゃった。ロックはこうか。ぐらいな。音でかい？あ、ケンさんいらっしゃい。音でかいね。赤プーナ、すべての黒幕はイハリさんいらっしゃい。赤は鬼村さんいらっしゃい。大きいですね。4ぐらいにしようか。こんばんは、こそば。フェアさんいらっしゃい。こっちだろうな、多分な。うん、なんか建物ある。あ、竹が変わった。なんでだ。いらっしゃい。ダクソー3はクリアしたんですか？これは面白いですか？今までやってきてる人は、2はちょっとって人が正直多いよ。1はやられました？ 1 がね、一番面白いって言われてる。2は正直って人が多いな。ヒデさん、6歳らしい。しずくいし。あ、1もやってないな。じゃあね、1やったらいいと思う。あくん、いらっしゃい。ありがとう。眠いけど来てくれた？あ、ガがいるな。あ、ガがいるぞ。置いた方がいいよね。デモンズはね、やったことない。地味にね、デモンズもやろうって言われてるけど。あ、なんかあるよ。壊れるかな、これ。なんでしまった。壊れないな。ブラブか、それ系が好きなんだね。今さ、ヒットポイントがちょっと下がってるの、わかります？ちょっとだけ左に。これってダクソニってね、死にすぎると、最高ヒットポイントがね、減っていくんですよ。3でまたなくなったらしいんだけど。あ、上に行った。あ、なんか来た。喪失者。噛んでない。喪失者。死ぬな、これ。毒で。
デモンズは1回でも死ぬと半分になる。へえ。あ、ガがいるのか、ガがいるのか、困ったな。花粉かな、だるいなら。1はね、下がらなかったよ、全然。だからね、何度でも死ねた感はあるの、正直。私みたいなのでも。ヒトンドウェイ。レベルは下がらないんだけど、ヒットポイントの最高値がね、あまり死ぬと下がっていくんです。人間に戻ればいいんだけど、あ、回復がない。パリーパリーってどうだったっけ。パリー、ダクソ2はデモンズのいらしくした感じ。いや、一回もクリアしてないわ。厳しいな、これ。早いな、動き。体験なのに。回復がない。これは死ぬか。こんなん。ダクソン1しかね、クリアしてない。白い黒猫さんいらっしゃい。1は結構時間かけてやったかな。1年ぐらいかかったよね、結局。だらだらやって20年ぐらいの貫禄ある。貫禄ってなんすか。クロスタさんいらっしゃい。久しぶりのダクソ2じゃねえか。おとついやったんだよ。ハイパーメディアクリエイターさんいらっしゃい。もう米ビューンってしないから。あ、あ、そうか、追いかけてくるのか。もう一匹いたよね、無慈悲。いや、私がね、下手っぴなのとダラダラやったから。早い人はね、その1ヶ月で終わっちゃうよね。ちょっとあの侵入者倒したい。とりあえずこいつ倒したい。危な。ちょっとタゲが変わる。あ、そうだ、あとね、プレステ4版ちょっと難しいんだって。ケツを振るんだ。掘れなかったなぁ。その動き、ズブズブ言ったな。ガはいないな。あ、アイテムがあるのか。木の上にいたりするのかな。ガさんいらっしゃい。チョリース、あの大きいのどっから来たんかな。あそこで死んでる。忘れてた。ダクソはね、3までだよ。そうだよね。で、今度3の完全版とかが出るやらなんやら。あ、
親方いらっしゃい。ダメだ、ゼルダの癖が。山口の夜の一応完結したの？3でダクソって。そうなん？あんたおめでとう。いいのに解放じゃなくても。まあでもなんかこだわりはあるよね、解放してからとかさ。わかるわかる。いっぱいいる。どうせこれアイテム取ったら動くんでしょ。あ、動かなかった。無慈悲の阿骨いらっしゃい。クソゲー先生です、いらっしゃい。クソゲー先生、みんなが私のことをクソゲー生主と言います。どうしたらいいですか。この人か、なんかしてる。あ、びっくりした。おしょんしょんしてんのかと思った。よし、え、一撃やないか。嬉しくないよ。タクトさんいらっしゃい。よし、あとはこの顔をやってドラスピスケベ先生で、あとは侵入者かな。もういないよね。かよし、今度こそ勝つ。よし、バチコーイ。木を切りなさい。おこいつパリみたいにしやがった。なんだっけ、縦弾き。カノさんいらっしゃい。両芸を一年やっていきましょう。苦行いや別に苦行じゃないですよ。私も名作とやらをいっぱいやりたいです。そんなそんな、クソゲー先輩が寂しがるだけでいけるな、余裕やな。ボーダーを着た人妻カノさんいらっしゃい。何？あら、死んだと思ったのに。こやつ、根性スキル発動しとるやねんかい。投票でクソギに決まるのかな。若干その節はあるな。後ろ向かないで逸材。いけるいけるいける、私がいける。パリーとやらですか。ブンブン、サンクさんいらっしゃい。あー、いけた。何くれるんだっけ。人の像か。毒の固形玉。パリーはこれですね。ブン。同時押しでなんかなかったっけ。ないか。どこ行こう。あの上か。お母さん、ハコちゃんいらっしゃい。イカちゃんいけた。
私もね、みんなに言われて、あ、そうそう、パリパリみたいな。キュンゴリ押しで、あ、じゃあなぜ逃げるんだ、なに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 、おや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 こちゃん何、なんか案内してる、どこ行った、なに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 、なんだろう、キャン言わしたった、さすがやね、これこれこいつなんだろう、怖いな、ちょっと無視しようか、怖っ、怖い怖い怖い、あっこんなに近くにいるのに、弓だったね、弓だな、よし、タコさんはいらっしゃい、ワンワンをやった、じゃあ、あ、上にいる、降ってくるつもりかな、登れるのか、あ、なんかレバーある、登れないよねねえ、あ、ここから入れる、誰かいる、なんか足つかまれそう、いませんか、うん、いないですね、よし、なんだろうこれ、あ、うわどこにおったんや、お前いっぱい出てきた、木の上おった、さくらさんいらっしゃい、ビビってないし、こいつらほんまふわーんってふわーんって言ってない、でこっちか、燃えちゃう、お、かがり火発見、鍵がかかっている、こんなに目の前にあるのに鍵か、これってアイテム屋さんで買える鍵、拾わなきゃいけない鍵、開けさせねえよ、タコいらっしゃい、どこで探さんといけん、夜の森は狩人たちが狩られる森、カランカラン、ふえーってまだ言ってくれませんね忘れた、なんか裏側行けそう、そして降ってきそう、あ、来た、パリするか、次の機会に、サラさんいらっしゃい、あ、いや、どこ、お、あいつか、こいつか、うわビビらすんじゃないよ、そっか、カレーでの森だからか、おっそ、こいつら狩人なんだな、
かで拾う牡蠣だってな。ありがとう。ちょっと探してみるね。そうよ、私獲物なのね。逸材はかっこいいから仕方ないね。ハゲてるけどハゲ散らかしてるけど。あくつですよ、ロクちゃんいらっしゃい。チャジアタないんだよ基本。じゃあ立て構え。あのびっくりした。また侵入者。無慈悲なリュースあなた無慈悲なのね。うん、ちょっぱりしてみるわ。次ね。死ぬやないかい。あかガガめっちゃおる。はい、なんでなんでビール。いったえ、できてない。できてないか。うん、できてないな。死ぬな。地味に削られてる。おー、なんか来た、スケート来た。さすが無慈悲。こいつはやって回復したこれぞ無慈悲。なんだよ、回復するな。ゴリ押し。はあ、半分な。エストメ。側やるべし。13,900ソウルか。ナイスパリー、ありがとうございます。この後はね、全然関係ない侵入の NPC 登りたい。どこから来たんだろう。こっち何もなかったですね。侵入者がいるってだけかな。ん？もっと行ける？あ、もっと行けるわ。あ、来た。見えた。パリちょっと遅いかな。あくつまちゃん、モンハンソウルにやってます。やってますよ。いらっしゃい。にもね、片手剣でやってる。どっから撃ってる？こいつか。おくつろぎ中やって今はっって顔した。すいません。ここがゴブリンの住処ですか。聞こえる。この人の声か。あそこ入ってみよう。骸骨。コロコロコロ。
なんだここ。ガンいないか見ないとね。逃げる人じゃない。逃げる人だ。あれなんか笑ってる。呪いか。呪いの人だ。何の音。武器呪いは近づかなければよかったんだっけ。投げる壺か。はいはい、じゃあ装備しとこう。この辺かな。あ、もしかしてこの人呼んでる。黒はもったいない。白があったっけ。この人が呼んでんのか。はいはい、黒しかないかも。じゃあ無視すればいいか。ちょっとあれ欲しいけど。あ、戻った。戻ったね。ちょ、一回かかってくるわ。かかりたい。鍵がな、見つかればここでかかれるんだけど。もうちょっと行くか。おかえり、ただいま。そうだね、うん、買っとく。お、眩しくて出てこれないんだろ、お前ら。引きこもりやな。無視しよう。じゃあ、せっかく倒したから。なんなん、この人。ついてってみようか。挙動不審すぎる。めちゃくちゃ早いね。導いてくれてるのかも。こっちやで出て。さっきは右で戻ったから。あ、また呪いの人いる。バスタブしてもった。お疲れ。おつでした。いいじゃん、ウォーキング健康的じゃん。おつさはん、ありがとう。なに、あいつは何なんだろうなぁ。